全日本ボート学校ハンドボール選手権大会女子決勝。今までこのやってきたことを信じてよかったなと思います。チーム、ここまでどんどん日に日に強くなっていってるようなイメージがあったけど、今回の怪我でベンチからってことだったけど、ベンチから見てどうでしたか？もうみんな本当にかっこよかったです。でこのやっぱり先生の言葉とかもなんか信じてやろうってみんなで話してて、それがちゃんとできてたんじゃないかなって思います。今日最後ね、出て見事決めたけど、どんな気持ちでした？やっぱ正直チームの流れが悪かったので、この今までみんなに助けられた分、もう絶対自分が決めようって強気でいきました。最後にこの総体はどんな総体になりましたか？やっぱきついことも多かったんですけど、もう最高に楽しいあれ夏になりました。